日々お伝えしているニュースや話題の中から一つのテーマに絞って専門家や当事者に話を聞く週替わりの特集コーナー、ウィークリークローズアップ。明日から10月、ピンクリボン月間です。ピンクリボンは乳がんの早期発見、早期治療の重要性を伝えるシンボルマークです。10月は特に乳がんの早期発見、早期治療の大切さを世界の女性たちに伝えると定められております。そこで今週はピンクリボン月間、乳がんについて知るというテーマでお送りします。初日の今日は乳がんの現状についてです。田中瑞希アナウンサーが取材しています。一般社団法人日本リンパ浮腫学会理事長で博多区にあるアムクリニック院長の北村薫さんです。北村先生、おはようございます。おはようございます。まず今日は乳がんの現状ということから伺っていきたいと思うんですが、はい、今日本では乳がんの患者さんは増えているんでしょうか？そうですね、ずっと増え続けていると思います。私が乳腺外科医になった頃から比べると、数倍に増えていると思います。3、4倍。30人に1人とか40人に1人ってかつて言ってたのが、今9人に1人になっているので、確実に増えていると思います。でもそれは、検診を受けて、早期で発見されている人も多いんでしょうか？検診率が、低いとはいえ上がってきているので、それで早期に発見される率は以前よりは増えたと思います。年齢は関係ないですかね、乳がん、罹患するのに。年齢すごく関係あると思います。っていうのは、乳がんは、女性ホルモンにすごい関わるがんですので、30代、特に後半から急増して、40代から50代、60代ぐらいまでが、増えている状態なんですよね。ただ70代以降も決してすごく少なくなるわけではないので、生涯通じて検診というのは大事だなという、乳がんはそういう病気ですね。なかなか自分で触診っていうんですか、触って発見するのは難しいのかなと思うんですよね。逆に触って何があって、それが乳がんの場合って一定の大きさになっているので、逆に自分ではわからない状態の乳がんが見つかる方が早期発見ということになりますので、だから検診が必要ということになります。多分5ミリとか6ミリだとすごく痩せた方とか、すごく表面に近いところにできたしこりしか気づけないと思うんですけど、エコーとかであれば結構数ミリのがん、しこりも拾いますし、マンモグラフィーはむしろしこりになってない、触ってもわかんない、エコーでもわかりづらかったりする場合があるような、石灰化で見つかるようながんもしっかり見つかるので、それはもうゼロ期と呼ばれる本当に早期の乳がんになります。そこで見つけて対処すればもう 100% 治ると思っていいんですか？本当にゼロ期の非浸潤性乳がん、全部がそれであれば、理論上は切除して根治手術ができれば 100% 治ります。何か痛みとか、何か自分でわかるような症状はあるんでしょうか？たまにある、痛くて来られて乳がんだったっていう方もいるんですけど、普通、女性って、例えば生理前とかお乳痛いじゃないですか。ちょっと張ってる時もあります。張って痛かったり、ちょっと当たったら痛いとかあると思うので、痛みイコール乳がんとは考えなくていいんですけど、むしろ乳腺症だったりとかっていう場合も多いので、それも含めて心配をなくすために検診は定期的に受けると、これは痛くても乳がんじゃないっていうのが確認できるので、おすすめしたいです。最近、タレントのブラザー・コーンさんも、男性で乳がんっていうのをね、発表されました。男性が乳がん検診を受けるケースって、実際ありますか？逆に男性は乳腺ちょっとしかないですよね。乳頭直下にちょっとだけある状態なので、普通に触ったらわかると思うんですよ。じゃあ女性よりも見つけやすいんですか？
ただ乳がん検診を男性はルーティーンではしないと思うので、ね、はい、そこはちょっと困りますけど、頻度も100人に1人ぐらい、乳がん患者さんが100人いたらそこに1人とかぐらいなので、頻度は非常に少ないですけど、全然俺たち関係ないと思ってる方が結構いるので、男性も乳腺があるので、乳がんになる確率はゼロではありません。とにかく検診を受けることが、まあ、男性でも女性でもね、大切だということが言えそうですね。女性は特に必ず検診は受けてほしいです。大体女性はこう40代以上が多いって言われる乳がんですけれども、若い方も決して少ないわけじゃないですよね。そうですね。30代から増えてくるので、20代の女性は逆にしこりがあった時に、良性腫瘍である確率の方が高いと思うんですよ。だけどそれは結構早く大きくなってきたりとか、まあご自分で触って分かったり、意識も高いので分かりやすいのですぐ来てくれたりするんですけど、まあ30歳以降で本当は検診受けてほしいですけど、育児とかまあお仕事とかで、うん、忙しくなってしまう方が多くて、なかなか検診をきちんと行くっていうのは難しい方が多いのかもしれません。でもそこは時間を見つけて、やっぱり自分の体のことですからね、しっかり検診を受けるようにしないといけませんね。水木さんどうですか？私もちゃんと時間を見つけて年に1回は健康診断だったりマンモグラフィーを受けるようにはしていますけどね、受けた後のもう一回再検査だったり、そういうのをなかなか時間が取れなくて行ってないこともあるんですよね。再検査になった時こそ行かないといけないなっていうのはまたありますけど、まあ検診をちゃんとしてくださってるのは安心しました。今日は乳がんの現状をまず伺いました。とにかく検診が何より大事ということで、まあ、男性にも乳がんはね、かかる方いらっしゃるということですから、決して男性も安心はできないということですね。では明日は、その乳がん、どういう手術を受けて治療していくのかということを伺いたいと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、今もやっぱり乳がんは増え続けている。そしてその、性による差は、まあ、多少あるにしても、男性はならないってわけではないっていうことですよね。はい、はい。なので、やっぱり早期発見、早期治療っていうものが大切ということでね、検診を受けることがやっぱり、治る一番の近道なのかなとも思いますね。うん、ここまで、一般社団法人日本リンパ浮腫学会理事長で、博多区にありますアムクリニック院長の北村薫さんにお話を伺いました。田中瑞希アナウンサーの取材でした。